ちのロリとガチじゃないロリって何が違うのか教えてに対する曇らせ隊の反応集。正直自分には区別があまりつかなくてまともにフェミニストも名乗れなさそうで悩んでるんだ。なんとなくわかる程度で親切な有識者がいたらぜひ教えてほしい。しかん。本当、ほんと若干臭そうなオーガニックな娘はガチじゃないの？わざとらしくないこと。だい。虹ロリが好きなだけフェミニストじゃない定期。言うほどまともにフェミニスト名乗りたいか？自分勝手さと無機動さ。そういうのを気にしてるうちはファッションフェミニストだから今のうちに足を洗え。大人体型のリサイズではなく、骨格から未成熟であること。これ明らかに丸があったりケツがでかいのにロリとか言ってるやつはフェミニストじゃない、ただの童顔好き。ロリ巨好きはファッションと言われたことある。両方ファンタジーなのは大前提としてリアル系ロリを求める層とスーパー系ロリを認める層の違いだからそこは。ガチの幼女と、体は小さいけど大人ではあるの違いとかかねえサイゲだとグラブルのハービンとかでその辺分けてる印象まあ、こいつこの体なのに本当にこの年齢？ってのもたまにいるが、フェミニストに媚びた性格をしてるか等身大の子供か。残念ながら本気で等身大の子供を出力するとすぐ怪我するし病気になっても元気に走り回ろうとするしポンと死ぬからから全くもって目が離せない弱き怪獣になるんだ。二次元のロリに現実はないんだ。スチームのインディとかだとそういうのを絞ることがメインのゲームとかあったりはするけどね。虹ロリ大好きだけど三好はちょっとってやつは無理にフェミニスト扱いしなくてもいいんじゃねえのって感じする。虹は絵柄次第でどうにでもなりすぎるし、生意気な感じのはよくガチって言われてる気がするな。不正愛っぽいの混じってたら偽物性欲しかないならガチみたいな。ぶっちゃけ実年齢だよ。子供がガチ小さい子がガチじゃないって思ってる。例えばモバマスだとカオルやヒトシナたち小学生組はガチ。アンズや若葉さんたち背の低いメンツはガチじゃない。142はちょっと悩む。親になりたくなるのがガチ。親になってほしいのがファッション。ちゃんとロリにクソガキ成分が入ってること。ちょいちょいガチロリについて語ってるやつとガチフェミニストについて語ってるやつが入り混じってて草。ここは少なくともフェミニストじゃなくロリを語る場所だな。みそぎのガチ感と耳のガチ感はこう言い表せないものがある。強化はファッション。耳もファッションだろ。さすがにあんなふわふわした10歳児いねえよ。みそぎはなんだろう。あの無機動作がすごい。あの年頃の女の子っぽいんだよね。愛嬌振りまくだけじゃなくて休み時間には男の子と一緒に鬼ごっこやってそう。感が男女の差が開く直前の女児らしさがあってすごくいい。なんというか大人が小さな子供に感じ取る子供の世界の小ささの絶妙な表現がいいよね。耳はロリキャラの雑な客観的イメージを濃縮してみました感はある。三次元のロリはあんなに逆しいわけないっていうとなんか変な方向から縛られそうだがガチに一番近い像としてはみそぎ。耳はファッションといえばファッション。ただガチの意味がみそぎみたいなリアルでいそうではなくペドフィリアみたいなそっち系のガチさを感じる。開発が君たちこういうのが好きなんだろって作ったであろうキャラの強化よりみそぎみたいな行動予測できない本物のガキみたいな子を好きなやつの方がガチ感あるって話では。そんなこと言い出したら二次元のロリなんて妄想8割でできてるやん。現実のロリはなんていうか無理です。まあ普通普通。解剖感まで行くとむしろ二次専門のファッション感ある。フェミニスト向けキャラあくまで二次元の属性としてはニッチで人を選ぶキャラ付けだから結果的にガチ役リアル寄りな風潮なんだろうな。性格や行動が男児寄りだから別の意味でリアリティはないけどフレーバーとしては解像度高く見えるやつだな。丸臭さが滲み出てるかどうか。小さい大人じゃなくてマジで子供って感じのロリはガチ感ある。逆に強化は典型的な成人15以上の縮小版だよねと。プリコネならまつりちゃんもガチ感あると思う。処女中はガチなやつ多い。カホとか最初はフェミニストに嫌悪されてたけどなんやかんやいやフェミニストだなってなった。プリコネのミサキちゃん、ミソギちゃん、まつりちゃん可愛いよな。この三人好きは多分ガチ。これがいわゆるガチ。町田開く好きなのはガチでいいと思います。
大まかにロリキャラは次の二種に区分できると個人的に思っていて、大人から見る幼児性を多く組み込んだ相対的ロリ、子供が示す幼児性を多く組み込んだ絶対的ロリ、いわゆる、隙間勝ちって言われるのは後者。もしかしてミソギってあんまりくびれがないようにデザインしてるのか？水着でもなかったし通常に至っては脇腹に肉ついてる。これ思い出したわ。ガチ要素にこだわりすぎると魔境だし、自分はくびれなし、棒みたいな手足、薄い尻とかは好きだけど、思春期の胸は先端が尖ったような形になるってそういうイラスト見てもいやちょっと自分は遠慮します。ってなるし。個人的に思うガチの度合いは年齢設定の必然性と、それに対する性癖の表現かなと思う。身長はリアル年齢の平均身長並み、子供らしさを強調する性格デフォルメは少ない、年下なのに名実ともにママ扱い、リトリリよりよっぽど心の方が込められたこだわりにガチ感がある。まあ9個目組割からのキャラと比較して良くも悪くも記号的だからな。やはり3、5歳くらいがちょうどいいよな。それはペドフィリアなんよ。ペドという言葉の意味を分かってなさそう。分かってない方が健全なんだよな。竜王はファッションロリで三つ星はガチロリとか言ってたの思い出した。くびれ、鼠径部描写の有無、丸輪の大きさ、丸房の形が採点ポイントだと思う。子供スケールになっただけの大人風か、ガチロリ風かはここでは判断してる。陰毛の有無も重要。わ？何歳から生えるか調べてから出直してこい。童貞には刺激が強すぎますよ。個人差あるし、現実にいるか知らんが生えてこない例もあるなら無毛ロリ45歳が成り立っちまうしな。これはガチだと思う。俺もこれかな。くびれは最近の子あったりするから外したりもするけど、マジでガチだな。ってなるのはつくしちょう。幼児や少女成人女性の代用品として見てるか、本当にそれしか見てないかの差じゃなかったか。有名な宮崎努も性的にはペドフィリアじゃなくて真っ当な成人女性に欲情する正常な性欲を持つ男性と鑑定されてるし、本物は成人女性の裸に反応しないで本当に少女や幼女にしか反応しない。ペドフィリアの場合だとそうなりますん。ややこしくしてるのは、フェミニストとペドフィリアは似て非なるものなのだが、それを混同してる人が多いことだろう。フェミニストの元ネタのロリータは12歳だから、ロリの対象はその前後の二次成長を迎えたあたりからだと思ってる。だからフェミニストの思考は生物学的には正常なんだよね。倫理的、社会的に表に出すとまずいが、一般フェミニスト者として二次成長より前の子供をそういう目で見るのは生理的に無理なので、ペドコンと一緒くたにされるのは甚だ遺憾である。ロリータの主人公が今読むとガチのロリ野郎なのは納得いくけど腑に落ちない。ペドフィリアではなくチャイルドマレスターだったってことか。ガチとファッションで分けるなら実在するのがガチのロリなのでは。何かみんなロリへの解像度高いな。解像度低い方がいいよ普通は。アニマンだもの。エコーチェンバーってやつか。そやタイトル見てきてるんだから興味や知識が一般人よりある人の方が多いでしょ。中身まで等身大の子供なのかどうかって感じだと思う。デレマスだと、アリスやミリアではなくヒトシナだとガチ感出てくる感じがする。ヒトシナじゃ自分は厳しいから私はファッションなのかもしれん。デレマスで一番ガチ感があるのは福山舞ちゃんだよ。パロディ元がマインちゃん福山遥かで、10歳で趣味が一輪車とかいうガチジェイス感がすごいよ。前月はガチってずっと言われててなんでだろうって思ってたけど、自分がネットで見かけたやべえフェミニスト数人が前好きって言ってるの見て理屈はわからないが納得してしまった。体型と性格。現実と虚像の違い、マジでそれだけ。